こんにちは、いちごタルトです。今日はキャンプの時にできるキャンプの何にもすることないなっていう時間を潰すのに使える工作をご紹介したいと思います。前に動画でその時もこういう感じで工作をご紹介してパンダを作らせてもらったんですけど、モールをこうやってなかなかねちょっとタルトには難しくて可愛いパンダちゃんができちゃったんですけど、今回はもうちょっと簡単な工作をご紹介したいと思います。その名も手作り新聞紙で手作り鉛筆作りです。はい、その名前と同じようにこのように、うん、これはちょっとおしゃれな紙使ってるけど、じゃーん、鉛筆を手作りできます。で、材料は芯と新聞紙でできています。で、キャップも作ることができちゃいます。はい、ということで作っていきたいと思うのですが、準備するものがこちらです。まず一番大事、新聞紙。今回は岐阜新聞さんの新聞を使います。そしてハサミですね。普通のこのご家庭にあるハサミで大丈夫です。ちょっとあのこういうキャップとか作る時とかにはみ出た分とかをこうやって切る時にこっちのが除菌と切れるので、今回はタルトはこれを使います。でもハサミでも大丈夫です。そしてこれも一番大事、鉛筆の芯です。皆さんお家にありますか？なかなか鉛筆はあるよっていう人多いと思うんですけど、芯だけであるっていう人はなかなか少ないんじゃないかなと思うので、インターネットでペパ鉛筆っていうサイトさんで購入することができるので、リンクを貼っておくので気になった方はそちらからぜひチェックしてみてください。ということで鉛筆の芯です。でこれ芯だけなので、あのボールペンの芯とかでも同じように作ることができるので、ちょっと手軽にやってみたいという人はそこから挑戦してみてください。そして、のり。かわいい。のりです。と、鉛筆削り。鉛筆削りは電動でもいいんですけど、手動の方が綺麗に削れるので、手動をおすすめします。はい、ということで早速作っていきたいと思います。じゃあまずこの新聞紙は1枚使います。ペラッと1枚。1枚用意したら、これを普通に折りたたんで、えい、このサイズにします。そしてこのサイズで全然適当にはみ出てても大丈夫です。後で切っちゃったりするので、まず鉛筆の芯を1本取り出して準備します。で、この芯と同じ長さ、この縦ですね、縦で同じ長さ分だけ新聞を切ります。ちょうどここら辺の見えるか、ちょうどこの線と毎回同じぐらいの長さになるので、これを目安に切っていきます。じゃあなくさないように置いていて、さっきのここの線でハサミでジョキジョキしましょう。はい、切れました。そしたら2つに分けることができました。で、これの開けて2枚発生するので、1枚で1本作れるので、とりあえず1個は置いておきます。で、これプラス開くとこの長さなんですけど、4分の3だけ使えます。なのでここでもう一回切ります。この紙の長さで太さが決まるんですけど、あんまり長すぎると鉛筆削りの中に入らなくて、使う時とかに削ることができないので、ちょっと小さめにするように、この4分の3のサイズにします。で、そしたらここに芯を置いて、もうあとは簡単、くるくる丸めていくだけです。で、最後にあの一番裏面になるところの一番端っこ、遠い方が絵柄になるので、今回は
この何余白の方を手前に置くんですけど、今回はこっちのもうちょっと綺麗に切れば分かったけど水色の感じになるようにこっちに置きます。でまずここに鉛筆の芯を置いていくんですけど、その前にここの余白のところの線で折っていきます。まあ、別に余白線がなんとかじゃないんですけど、まっすぐつけていきたいので、あとここで揃えて折るとまっすぐなります。で折ったらここに芯を挟むんですけど、その前にこれ大事で、鉛筆に糊をまんべんなくいっぱいたっぷりとつけていきます。じゃあしぶりの感じだな、このかわいいのりでいっぱい取ったらキューッとつけます。まんべんなく、あー風が、まんべんなくたっぷりつけます。剥がれてこんようにね。感じでつけ終わりましたら、さっき折ったここにちょうどくるように入れます。よし。でキュッと挟んで爪でクイッとこの芯にピタッとくっつけるように新聞を入れ込みます。ここがポイントで、キュッキュッと結構きつめに爪で新聞を入れていきます。こんな感じで芯の太さになるぐらいキュッキュッとします。そしたらあとはもう丸めていくだけです。こうやってくるくるくるっと、きつく変にスペースができんようにちょっと力を入れながら巻いていきます。くる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 、簡単ですね。これはもうタルトでも綺麗にできるぞ。あーでもなんか回ってきちゃった傾いてきた。大丈夫かな、出てないかな芯。修正はでも無理だ。いやーめっちゃ傾いてるよ、どうしよう。よし、ここまで来ました。でここまで来たらここに糊をつけて巻きます。ちょっと傾いちゃったからな、傾いてるからちょっと広めに糊を塗ろう。最後までくるくるくるっと丸めます。取れないように。ここの最後ののりも綺麗にやらないと取れてきちゃうので細かくやりましょう。はい、ということで巻くところまでできました。じゃあここまで来たらこちらの枝切りバサミ、結構普通のハサミでもいいんですけど、普通のハサミだとちょっと大変なので今回はこれを使います。できないことはないって感じです。まあでもキャンパーさんとかキャンプやる方はそういうナイフとかこういうの切れるの持ってたりすると思うので、そういうのも活用してください。じゃあここの巻いた新聞、芯が入ってるところ以外ちょっと新聞紙だけのところがあると思うので、それを除菌と切り落としていきます。ちょっとなんて言うんだろう、芯を切っても大丈夫です。芯絶対あるだろうなってところまで行ってガッと切れました。よいしょ。はい、
こんな感じで芯が見えます。見えますか？ちょうどなんだろう、シャキンってなるように。反対側も同じようにありそうなところまで来て、除菌をあります。綺麗に切れました。そしたら鉛筆削りで削っていきます。これで削ったら芯が時々に出てきて完成ですね。じゃあ入れます。入れて削ります。で今はちょっと普通にそのまま続きでやってるんですけど、本当は糊が乾いてないとちょっとしなっとしちゃって、鉛筆削りで削るとなんかボロボロになっちゃうので、ちょっと乾かしてから削った方がいいです。まあ、なんかいっぱい時間はあると思うので、なんかやる時間つぶしにやって、でなんか料理のお手伝いとかして、その後に最後に削ってもいいかも。あとお家で削ってもいいかも。その鉛筆削り持っていくのは大変かもしれないので。よし、あー鉛筆削りなんてもう小学校の頃も電動だったからな。タルト削れてるかな。あーでも削れてる。どうでしょうか。よし、明るくなってきたので、いきます。じゃん、おー特勤特勤です。ここら辺の愛知かな、特勤特勤ってみんな言いますか。時々の最上級です、特勤特勤。いい感じに芯が出ました。見えるかな。こんな感じで芯を出すことができました。もうこれで鉛筆の完成です。じゃあ最後にキャップを作っていきたいと思います。キャップはですね、さっき使った新聞の下を使っていきます。なので1枚の新聞で2本鉛筆を作ることができます。この半分で1本分なので、もう1回半分に切ります。なのでこっちはこれで2本分です。切れました。じゃあ今は片方だけに使います。もう1回4分の3に切ります。さっきのを学んで、一番最後がね、このなんだ、最後のところが絵柄になるので、今回はどうしようかな。ちょっとなんか写真のがいいかなと思うので、ここの写真のところを使いたいので、ここの近くで4分の3のところらへんで切ります。そしたら今度はもう芯は入れていかなくていいので、普通にくるくる丸めていきます。また同じようにこの余白の方を手前にして、この最後にしたいところを下向きに奥に置きます。でこっちはもう糊はいらないので、まずさっきと同じ線のところで折って、それをもう一回半分の短さになるように折ります。でそれをさらにもう半分、もう細くなっちゃうけど、なるように入れます。でちょっと芯みたいに太くなったので、これをくるくる巻いていきます。今度はまっすぐにしたいな。ちょうどこの真ん中に線が出ているので、まっすぐにしやすそう。くるくる、めっちゃピヨピヨいってる。なんだろう、スズメ、こんななそうかな。あれ、だんだんまた曲がってきちゃった。力
のかけ具合がなんか左手の方が強いのかな。絵柄をまっすぐにしたいからまっすぐで巻きたいんだけど、でもなんか戻ったぞ。よし、これで、でまた最後のところ、止めるところだけ糊をつけます。はい、つけたら最後までくるくるっといっちゃいます。くるっと、よし、お綺麗にまっすぐになったような気がします。これをキャップちゃんとはまるようにしていきます。でその前にまっすぐにさっきみたいにカットしていきます。さっきみたいにいいところまで入れて、反対側もあんまり長すぎても短すぎても蓋なのでっていう感じで、どれぐらいかな、切ります。よいしょ、ちょっと長いかな、まあいいや。はい、あとはここにぐさっとぐさっと刺します。こんな感じぐらいからぐいぐいと、あ、出てきた出てきた、ほらぎゅいっと見えますか、ここ盛り上がって出てきてるの、ギュ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 って出ちゃいます。はまって上に出てきました。鉛筆の芯があった分ですね。でこれをまたさっきみたいにこれでガシャンと切れば完成です。じゃあこれ切ります。ちょっとその前にちゃんと刺さるか、よし切ります。ちょっと長すぎたんで短めに切ろう。どのぐらいかな、いきます。ズキン、お、飛んでった。はい、ということで鉛筆完成しました。新聞で手作り鉛筆、めちゃくちゃ簡単に作れたと思います。不器用なタルトでもすごい綺麗に作れました。ちゃんとキャップもついてます。いいね、これで汚れないし、なんか外でなんか描きたい時にも、便利、いいと思います。ぜひ皆さんも本当に簡単に作れるので、お家にある素材とかでも作れるので、ぜひキャンプの時やその他ちっちゃいお子さんとかと一緒にぜひ作ってみてください。ということで最後まで見てくれてありがとう。